皆様こんにちは。今回は冬のベースメイクを紹介したいと思います。自分の肌に合ったちょっと自分の肌が綺麗に見えるようなベースメイクを見つけられたので、そちらを紹介していきたいと思います。はい。で、今つけてるリップがオペラのリップティントのコーラルピンクをつけております。はい。では気になる方は見ていただけたら嬉しいです。どうぞ。はい。ではベースメイク始めていきます。保湿はしっかり夏でも冬でもさせます。この極潤のヒアルロン酸をたっぷり塗ります。で、朝の化粧前はオイルはよれやすくなるので使わないで、化粧水は結構たっぷりめにつけるんですけど、乳液は少なめにつけます。はい。で、しっかり浸透させたら下地を、豆乳イソフラボンのものを使います。こっちの方がチフレの方が保湿力高くておすすめって言ってるんですけど、しっかり保湿させて、昼間もう日がカンカンに出てる時に出るのはこの UV が入ってる、日焼け止め効果の入ってるものを使うので、これを使います。夜から出かけるとか、ちょっと日が弱い時とかだったらチフレの方が保湿力があって好きなので、そっちを使うんですけど、しっかり UV も冬でも入ってないと日焼けしちゃうので、日が出てる間に出かけるときは滑らか本舗のやつを薄く、ここの本当にメイン三角ゾーンから外側に伸ばす感じで使います。で、そしたらベース入っていきます。お気に入りのメディアのクリームファンデーションの OCD1 健康的で自然な肌の色っていうものを使っていきます。で、これを天井にもう適当に伸ばして、で、水を含ませたスポンジで綺麗に広げていきます。やっぱりクリームファンデーションの方が保湿力が高いので、私はもう冬はクリームファンデーションを取ることが多いです。で、伸ばせたら、最近お気に入りのコンシーラーがケイトのスティックコンシーラーで、私はナチュラルベージュの方使ってるんですけど、これをクマとそばかすの気になるところまでしっかり伸ばして、と赤みの気になるところと口周りにも伸ばしてスポンジで叩き込みます。今までちょっと乾燥するっていうか、このケイトの少し固めなので馴染みにくくてあんまり使ってなかったんですけど、この水を含ませたスポンジを使うようになって、そこからもう結構綺麗に伸びも良くて馴染むようになって、で、ケイトのファンデ、このスティックコンシーラーはすごいカバー力が高いので、しっかりカバーされるし、伸びもこのスポンジのおかげで良くなったので、最近はずっとこれを使っております。で、パウダーが最近すごくお気に入りの MAC のセレクトシアールーズパウダーを使っています。すごい粒子が細かくてあまり色がつかないタイプなんですけど、私は夏は肌は結構暗くなるので色はつかないタイプを入れるんですけど、このスポンジで取って、まず目の下のコンシーラーをセットさせて、なので目の下のコンシーラーをのせた部分は結構たっぷりパウダーをのせるんですけど、その他の部分は本当にうっすらのせてます。で、鼻の周りもちょっと崩れやすくなるのでパウダーは多めにのせるんですけど、
ちょっとこの頬のあたりとかはもう乗せなくてもいいぐらいなので、よれてほしくないところだけパウダーを乗せて、他の部分はもうしっとりさせてる方が私は好きなので、これを使ってます。で、このマックのこのパウダーはマック乗せすぎちゃったなって思っても、時間が経つとすごくしっとりしてツヤっぽく見えるので、冬本当にお気に入りで、最近結構これを使うことが多いです。はい、こんな感じで私の冬のベースメイクのご紹介でした。はい、こんな感じでメイク完成しました。本当に肌がしっとりして、最近肌の調子が良くて、自分のこの乾燥肌に合ったベースメイクをこの2つと、あと保湿力の高い下地で見つけられたので、最近本当にすごく肌の調子がいいです。まあこれからどんどん暖かくなって、ちょっとやっぱりクリームファンデーションじゃ崩れやすくなっちゃったりもすると思うんですけど、またその時は自分の肌に合う崩れにくいものを探していきたいと思うんですけれども、今のところすごくいい組み合わせを見つけられております。はい、乾燥肌の人向けにはなってしまうんですけど、いいものを探してるんだよねっていう方は試していただけたら嬉しいです。そんなにクリームファンデーションとかコンシーラーとかも高いものではないので、はい、気になった方は見てみてください。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。